それでは予選ヒートスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー44番です、三ツ定 PWG レーシング酒井龍太郎。さあ鈴鹿のドライバーの中ではなかなか、まあ、新参に近いドライバーではないかと思いますが、関東の有力チーム三ツ定 PWG レーシングから1分2秒206でいきなりのポールシッターとなりました。セカンドにはカーナンバー3番ランキング第2位のティーメイマティ、中井春人、開幕戦のウィナーです。そして3番手からはカーナンバー8番ランキング第3位です、サーティーズレーシング秋枝陸。4番手には14番樋口レーシングチームから柴田みずみ、5番手41番ケーテックイズピーターパン田中龍河、6番手55番アッシュ美濃浦良樹。以上がトップ6となりました。これはちょっと興味深い戦いですね。7番手からは18番中井優斗、8番手16番田辺龍樹、9番手33番岡澤圭吾、10番手7番菊池隆弘。5列目には岡澤と菊池という東地域の、ね、ジュニアの有名ドライバーが追い上げていきます。特に菊池はランキングトップです。11番手34番金子純也、12番手81番城優輝、13番手11番千田龍、14番手32番長谷部優輝、15番手13番遠藤新太、16番手12番長谷川力、17番手28番沢村ナイト、18番手46番山城優斗、19番手23番藤原和樹、20番手40番佐藤美月がコースに入っていきます。21番手61番片岡春、22番手38番坂口正宗、23番手17番白石いつも、24番手21番井上龍太、25番手9番市宮宗太郎、26番手86番石田走る、そして27番手20番長島風雅と、以上27台です。ちょっと遅れてしまっているドライバーもいますけれども、追いつけるでしょうか。先頭は試験へと差し掛かっています。さあ後方のドライバー1台だけ大きく遅れておりますが、スタートは切っていかれるか、リレーです。スタートはリレー、遅れていた石田選手なんですけども、ブブブブーみたいな感じのね、微妙な音してましたが大丈夫でしょうか。石田走る選手は26番手スタートですから、追いつければスターティンググリッドには戻れる感じですけどね。下り 25R 先頭で抜けてくるのはセカンドスタートの中井春人です。先ほどのタイムトライアルではトップ2のタイムギャップはコンマ122となっています。まあでも条件がね、路面が全然違いますので、要はこの予選の路面に合わせて来られるかどうかというところですが、東西両地域の有名ドライバーたち、どんな戦いを見せてくれるか。最終コーナーから立ち上がってスタートは切られました。スタート中井春人、いいスタートを切っていった。アウトサイドから酒井龍太、あーっと今一台乗り上げてしまったような接触がありました。木旗が振られています。トップ集団は今3コーナーの手前、ちょうどね4列目か5列目ぐらいのような、そんなドライバーだったんですけども、まだ誰かというような報告は入ってきておりません。S 字から下り 25R、 トップはスタートを決めていきました中井春人、2番手に酒井龍太郎、そして4番手までが一覧となっています。今ヘアピンを抜けていきます。トップ4少し離れまして、5番手争いが5台、まあ5番手は単独と言っていいかもしれませんが、まだまだ分かりません。
最終コーナーから立ち上がってまいります。3番手には箕浦涼輝が上がって、4番手には秋枝陸ですね。少し離れまして、5番手にはカーナンバー7番の菊池隆弘が上がってきました。10番手スタートから一気に上がってまいります。上位陣ですが、塊というよりは一列になってという感じの序盤戦です。下り25はロッと2番手3番手入れ替わっていく。坂井龍太郎に対しまして、箕浦涼輝が仕掛けていきました。2番手に浮上、坂井ポールからのスタートですが、まだまだ慣れない鈴鹿を上位でキープしていくことができるでしょうか。4番手秋枝の後ろからは菊池隆弘がさすがのペースで追い上げてきました。テールトゥーノーズに持ち込んでいきます。6番手には田辺龍樹。さあ秋枝と菊池は1コーナー横並びで、秋枝が前で入っていきます。少し離れまして、7番手には長谷部、8番手上野となっております。ああ、そして1台戻ってきました。カーナンバー14番チェーンガードが脱落していたというドライバー帰ってきました。柴田泉、あ、4番手スタートだったんですが、柴田これでピット作業あるいは再スタートは断念かという感じになってきました。トップ3は下り 25R から立ち上がってまいります。少し離れまして、4番手争いは5台のバトルですが、ここがね、さっきから秋枝とそして菊池によりますバトルが繰り広げられて、結果的に前からちょっと離れていくというような状況になっているんですよね。今菊池が4番手に上がりました。そしてその後ろからエアピンじゃない、最終で飛び込んできたのはカーナンバー32番の長谷部勇気となっています。さあそして、最終コーナーで4台が絡むクラッシュがありました。1台はスローで再スタートをしております。カーナンバー21番井上龍太ですが、あと1台は完全に止まってしまった。ドライバーちょっと痛い、大丈夫ですかね。そしてもう1台は再スタートを切れていません。今カーナンバー17番か白石いつもがスタートを切っていたのが見えましたが、最終でもう1台カーナンバー18番は完全にマシンを降りました中井優斗です。そしてアウトサイドのところではカーナンバー20番、長島風雅が止まったままとなっています。さあドライバー再スタートできないので、これはもう安全なところに退避してほしいと思うんですが、長島風雅が止まったところでまだマシンから離れません。手旗が振られています。長島ちょっと痛いかな、体が痛いかな、悔しいか、さっきから立ったり座ったりしていてちょっと心配です。先頭は4周終了、5周目に入っています。トップ2は、さあ今3コーナーのところで箕浦が仕掛けていく。中井春人に対しまして箕浦が仕掛けていく。あ、そして最終コーナーのところではまたもう1台止まってしまいました。カーナンバー41番のマシーンです。田中龍河です。結構カデットオープン、やっぱりコンディションがさっきと違うっていうところがドライバーにとっては厳しいのか、止まってしまうマシーンや大きく遅れを取ってしまうマシーンが出てまいりました。トップ争いはというと最終セクションへと差し掛かっています。カデットオープンクラスの予選ヒートは8周ですから、これで残り周回数3周になります。トップ箕浦、2番手に中井、3番手には坂井、少し離れまして4番手には田辺、5番手に長谷部、6番手菊池、7番手に城、少し離れまして8番手は明枝単独、9番手には岡澤、2コーナーから立ち上がってきますが、岡澤の後ろにはピタッと10番手の金子純也がつけておりまして、少し離れまして11番手以降が集団というか 4、5台の列という形になっております。下り 25R、 トップ3に4番手が近づいてきた田辺龍輝は先ほどパステストをマークして前を追っているんですが、前は前で中井春人がまた前に出てきて競り合っているので、これ田辺龍輝にとってはラッキーです。今田辺龍輝はその勢いのままに3番手に浮上してホームストレート戻ってまいります。残り周回数は2周、
トップ中井、2番手美濃浦、3番手田辺は依然としてペースが速い。田辺隆起ファーステスト、またもや更新58秒11に前のドライバーが競り合っているということもありますけれども、完全に田辺のペースになっている。このファイナルラップで2台抜きするか。3コーナーのところではちょっとアプローチをしましたが、抜き切るところまではいきません。残り周回数は1周半になってきます。トップ美濃浦、そしてその後ろ中井に仕掛けたい田辺ですが、あと一歩というところです。ヘアピンでも様子見てます。後ろから酒井と、そして長谷部もぴったりついてきました。菊池と城もついている。トップ集団が6台になります。予選の終盤、トップ集団もう1台いますね。7台になります。城もつけて7台です。ホームストレート、これがファイナルラップ。第1コーナーに向けては上位陣が3回して入っていきます。まずは美濃浦、ラインがめちゃくちゃ変わりました。2コーナーからの立ち上がり、3コーナーに向けてはどうだ。美濃浦と中井は変わりません。高井は4番手でなんとかキープしているが、後ろから長谷部がピタッとつけている。その長谷部インガー飛び込んでくる。4番手争い、下り 25R、 高井ワンポジションのドロップ、ヘアピンでも返せない。後ろから菊池がスピードを上げているが、菊池はアウトサイドに1回振っちゃった。インガーからもう1回前に行きたいけれども、これはちょっと厳しい。トップは美濃浦、後ろを振り返った。2番手には田辺隆起が上がって最終コーナーです。チェッカーのフラッグ受けていきます。トップ美濃浦、2番手田辺、3番手に中井、4番手には長谷部、5番手酒井、6番手に菊池、7番手に城、8番手単独で秋枝、9番手争いは最後まで続いていましたが、岡澤と千田という東地域の2人、その後ろは佐藤、金子、長谷川、坂口とずらーっと連なってチェッカーを受けていきました。さあ、そして中盤でね、最終コーナーのバトルに巻き込まれてしまいましたドライバーも今チェッカーを受けていきます。